ケージの好きな部分に取り付けられる固定タイプのかじり機です。トウモロコシのように粒がかじられるデザインで360度すべての方向から使用可能。たっぷりかじって遊べる360度すべての方向から使用可能。たっぷりかじって遊べるリーズナブルなかじり機が欲しいなら狙い目ですよ。かじって歯の伸びすぎを予防したり、ストレスを発散したりできる食べられるおもちゃ。天然素材 100% でできたかじりやすいバータイプで1本ずつ与えることも可能です。100% でできたかじりやすいバータイプで1本ずつ与えることも可能です。針金や糸は一切使用せずに作られていますよ。コーンリーフ、ラタンシーグラスの天然素材を使った3種のボールが入っており、噛んで遊びながらお気に入りを探せます。それぞれ編み方も異なるため、ウサギが飽きずに楽しめるでしょう。編み方も異なるため、ウサギが飽きずに楽しめるでしょう。ケージなどで使えるよう、吊り下げ用の麻紐が付属しているのもポイントです。ケージワイヤーにしっかりと固定できるかじり機です。安定するので、思いっきりガリガリできるのが良いところ。角もたくさんあるため、かじり応えも十分でしょう。かじり機です。安定するので、思いっきりガリガリできるのが良いところ。角もたくさんあるため、かじり応えも十分でしょう。軽くてよく転がり、ふわふわした食感を楽しめるボールです。足で蹴って、遠くへ転がしたり、鼻先でつついて、追いかけたりしながら遊べる設計。見た目も、かわいい思いかけたりしながら遊べる設計。見た目も、かわいいおもちゃを、お探しの人や、物を追いかけるのが好きなうさぎにおすすめですよ。狭くて暗い場所を好み、穴に隠れたがるうさぎに、ぴったりなトンネルのおもちゃ。特殊加工された丈夫なクラフト紙でできているため、長持ちするのが長所です。水拭きできるので、丈夫なクラフト紙でできているため、長持ちするのが長所です。水拭きできるので、清潔さをキープしやすいのも、嬉しいですね。ウサギがくぐって遊べる蛇腹型のトンネルです。入り口の直径は約20センチメートルあり、長さは20から80センチメートルまで伸縮可能。ぐにゃぐにゃと曲げることもできるので、長さは20から80センチメートルまで伸縮可能。ぐにゃぐにゃと曲げることもできるので、ウサギの巣穴遊びにぴったりですよ。自然界に近い環境を作るというコンセプトのもとで、作られたエンリッチメントおもちゃ。ホリホリしたり引っ張ったりして、ウサギの好きなように遊べます。ケージの床面積が小さい場合、ウサギの好きなように遊べます。ケージの床面積が小さい場合は、別売りのウッドネジを使用して、ケージ側面に設置できますよ。ウサギが食べられるよう、針金や糸を使わずに仕上げた、アジアンビタチモシー製のボール。農家によって厳しく、品質を管理された10時間滅菌乾燥処理済みのチモシー乾燥処理済みのチモシーを使用しています。頑張れば壊れる作りなので散らかしたり壊したりと好きなようにして遊べるでしょう。繋いだり外したりして形を変えられウサギが飽きずに遊べるトンネルタイプのおもちゃです。内部にふんわりした生地を使用しているためホリホリ遊びや昼寝もできます。収納用のゴム用しているため、ホリホリ遊びや昼寝もできます。収納用のゴムバンドが付属しており、使わないときはコンパクトにまとめられますよ。トウモロコシの形をした、かわいいおもちゃ。ウサギが鼻でツンツンしたり、足だけ蹴ったりするのに、ぴったりな優しい風合いです。リアルなヒゲが、ウサギの興味をそそったり、カールなヒゲが、ウサギの興味をそそったり、飼い主と触れ合いしやすい細長い形だったりといろいろな工夫が施されています。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくためにチャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。